こんにちは、舞台創造家の男ポキューと申します。今回は画面に出ている通り、この2つのテーマについて話したいと思います。まず1つ目、作中で語られた基礎情報、2つ目、個人的な解釈、考察を含むお話ということについて、お話ししたいと思います。で、もしかすると変わってるかもしれませんが、多分サムネとかで、これが正解です、私のこの動画の内容が正解ですって言い切っちゃってるかと思います。もしかするとね、おいおいポキューと、このね、なかなか難しいレビュースターライトの内容を私の考えが正解ですなんて言い切っちゃって大丈夫なのかと思った方もいるかもしれませんが、大丈夫です。なぜかと言いますと、この丸1については、私の考えではないからです。もうここにテーマにある通り、作中で語られた基礎情報をこうまとめて、紹介する。もう作中ですでにね、言われていることを喋るということになりますので、丸1については、紛れもなく正解と言い切っていいんじゃないかなと思います。丸2については、まあ、この名の通りですね、私個人の、解釈や考察を含むお話を最後にちょろっと、していきたいなという流れになっております。最近スターライト見始めたという新規ファンの方はもちろん、レビュースターライトのね、考察とかめちゃくちゃやってる上級者の方も、意外とですね、深いところに潜りすぎちゃって、いや、それ作中でしっかり言われてたのよっていうのをね、案外見落としてしまっている、まあ頭からちょっと抜けちゃっているという可能性もあるかもしれませんので、まあそういう方たちの何か助けになればいいなということで、動画をお送りしていきたいと思います。あと劇場版のネタバレも含みますのでご注意ください。では参りましょう。はい、ではまずは作中で語られた基礎情報のおさらいということで話していきたいと思います。いろいろ神話だとかね、いろんな知識を広げて考察するのもいいんですが、まずはこの基礎を固めてから、この基礎を土台として、考察を広げていった方がいいんじゃないかなということでですね、ここを、押さえていただければと思います。はい、まずは、はい、ここですね。舞台少女とは、舞台少女って何ということから話していきたいと思います。いや、当たり前の内容が来ましたけれどもね、案外、皆さん口で説明しろと言われるとうってなるんじゃないでしょうか。まあ僕も正直ね、結構とっさに言われると説明に戸惑ってしまうところでございます。こちらですね、YouTube、スターライト公式チャンネルの方に上がっていますプロジェクト発表会で、まあスターライトね、アニメこれから始まりますよっていう、そういう始まりのね、発表会だったんですけれども、ここでまあ用語説明ということで舞台少女の説明がありました。こんな説明でした。未来の女優を目指すきらめきあふれる少女たちという説明がありまして、あとですね、この発表会に、出演されていました、アニメのプロデューサーブシロドの竹継さんが、口頭で話していました。舞台が大好き、舞台の上にいる時が一番きらめいている女の子たちという説明がありましたので、これが舞台少女のまあ定義と言ってもいいんじゃないかなというところでございます。これはね、私の考えとかそういうのではなく、公式からの、しっかりとした説明ということになります。まあそりゃそうだよなっていう感じですけどね。舞台が大好き、舞台がめちゃくちゃ好きで、もう舞台で、輝きたい、そういう女の子たちが舞台少女ということになります。はい、じゃあここがね大事になりますので、ここで舞台少女というのが固まりました。それを踏まえて次いきます。死んだ舞台少女、まあ、もしくは舞台少女の死とは何なのか、どういう状況なのか、実はこれもですね、個人で考察しなくてもちゃんと作中で語られていましたので触れていきたいと思います。はい、語られていましたのはアニメ11話ですね。天童マヤ様が、言っておりました。こういう風に言っておりました。舞台に立つ喜び、幸せ、高ぶり、舞台で踊る嬉しさ、歌う愛しさ、舞台を照らす光、それを奪われた神楽さんは死せる舞台少女という風にね、ロンドンできらめきを失った光ちゃんのことをこのように表現していました。まあ抜き出すとこうですね。舞台に立つ喜び、幸せ、うんぬんかんぬん、これを失ったのを死せる舞台少女という風に呼ぶということが、作中でしっかりと語られています。まあ言われてみると当たり前かなっていう感じしますよね。この舞台少女の定義を見ると、舞台がめっちゃ好きで、もう舞台に立ちたくてキラキラしてる女の子たちのはずなのに、舞台の高ぶりとか喜びがないですと、そんな好きじゃありませんってなったら、もうそれは舞台少女としてやっていけないですよね。まあこれにつことを死んでるという表現しているのかなというところで、まあわかりやすいところなんじゃないかなと個人的には思います。あとまあちなみになんですけど、ちなみに光ちゃんが奪われたもの、これですね、立つ喜び、幸せ、うんぬんかんぬんって、これちょっと長いですけど、この長いものを別な言い方でキュッとまとめていました。もうわかると思います。そう、きらめきですね。神楽光ちゃんはきらめきを失ったという風にも言われていました。そしてそのきらめきの中身っていうのが、まあここがイコールでつながるんじゃないかなと思います。
きらめきって何なのって言われた時は、舞台に立つ喜び、幸せ、高ぶり、ここがですね、まあきらめきの正体ということだと思います。まあここですね、きらめきイコール舞台に立つ喜び、うんぬんかんぬんということですね。どうでしょう、個人的にはこれもイコールで結べるとは思ってるんですが、一応まあ私個人の解釈になっちゃうのかな。まあここはまあ忘れていただいてもどっちでも大丈夫です。とりあえずここですね、作中でしっかりと語られたここを覚えておいていただければと思います。はい、ということで、舞台少女の死ってどういう状態というと、答えはこれです。舞台に立つ喜び、幸せ高ぶり、舞台で踊る嬉しさ、歌う愛しさ、舞台を照らす光をなくした状態のことを舞台少女の死というふうに呼ぶと。まあここでね、しっかりと公式で、回答がされております。ここはしっかりとね、揺るぎない事実なので押さえておいてほしいところでございます。ただここにですね、 A の丸1というふうに私は書きました。実はですね、舞台少女の死についてもう一つ、触れられていることがありました。それが、はい、劇場版ですね。劇場版で新たに、情報というか舞台少女の死が、別な言葉でも表現されていました。はい、こんな内容でしたね。囚われ、変わらないものはやがて朽ち果て死んでいく、だから生まれ変われ、古い肉体を壊し新しい血を吹き込んで、今いる場所を明日には越えて、たどり着いた頂に背を向けて、囚われ、変わらないものはやがて朽ち果て死んでいくというふうにありましたので、はい、舞台少女の死ってどういう状態、答え丸2、これです。囚われ、変わらず、朽ち果て、変わらないずになってる。こうですね。失礼しました。囚われ、変わらずか。さらに間違えた。失礼いたしました。囚われ、変わらず、朽ち果てることを、死んでいくというふうに、スターライトでは表現されております。はい。これも私の考察、個人考察ではなく、ちゃんと作中で語られていますので、ここは土台として押さえていただければと思います。そしてですね、この文章、これだけじゃありません。ここも大事なんです。だから生まれ変われ、古い肉体を壊し、新しい血を吹き込んで、ね、囚われ変わらずだと死んじゃうから、生まれ変わって肉体を壊して血を吹き込もうということで、なんとですね、ここ、死なないための解決策もこの文章で言ってくれてるんですよね。もうご丁寧に説明してくれてるわけですよ。死んでしまわないためにはどうすればいいのか、古い肉体はぶっ壊して新しい血を、新鮮な血を吹き込んでですね、生まれ変わろうというね、解決策まで触れられております。ここがね、スターライトをね、解釈するときにかなり役立つ文章になると思いますので、覚えておいてほしいなというところでございます。はい、ということで、まとめていきたいと思います。舞台少女の死とは、2つの項目がありました。舞台に立つ喜び、幸せ、まあ高ぶり、うんぬんかんぬん、舞台を照らす光をなくしてしまうことが丸1、マヤ様のセリフでした。そして丸2、劇場版の、まあ、101回聖書祭の台本のセリフでしたね。囚われ変わらず朽ち果てることを、死ぬという風に表現していたということですね。さらに、劇場版では死なないための解決策も丁寧に説明してくれました。古い肉体を捨てて新しい血肉を吹き込んで生まれ変わること、こうすれば死なずに済むよということですね。でまあちょっと個人的な解釈に入ってしまうかもしれませんが、まあ1と2で2項目って感じで分けましたけど、どっちかの条件に当てはまればというか、もう1イコール2でまとめられそうだなというふうに思っています。まあきらめきをなくしてしまうということは、もうずっとなんか成長もせずに囚われちゃって、進歩もせずそのまま死んでいくと、もう新鮮な初見のきらめきとかね、舞台の熱とかがなくなって朽ち果てるということとつながると思いますので、個人的には1、2の2項目という考えにしましたけど、まあどっちも同じようなこと言ってるなというふうに考えています。まあただ今回はできるだけこのパートではね、個人の考えは言わずにということですので、一応1、2というふうに今のところ分けております。はい、そしてあと一つですね、紹介したいんですけれども、実は舞台少女の死関連についてスタリラでもなかなか分かりやすい説明がありましたので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。はい、スタリラでも分かりやすい説明があったということで、こちら、アルカナ・アルカディアの、シャープ14、さまよえる少女たちのですね、アキラ様とミチルちゃんの会話でございました。その中に情報がありました。まあ、結構ね、私のチャンネルの視聴者様は、スタリラまではやってないんですって方もいらっしゃると思いますので、ざっくりどんな感じの話だったかというと、エリュシオンに全てをかけようとするアキラ様。まあ、エリュシオンっていうのは、まあ、ちょっと時間をかけずざっくり説明しちゃうと、シークフェルト版の聖少祭みたいな。まあ、厳密に言うとちょっと違う部分あるんですけど、シークフェルトの中で演じる、最高の舞台みたいな感じがこのエリュシオン
というものになります。そのね、シークフェルト版聖書祭に全てをかけようとするアキラ様、そしてそんなアキラ様とは反して、規模が大きい劇フェスでアキラを演劇界の王にしたいミチル、この二人がねちょっとぶつかり合う話があったんですよね。アキラ様はもう目の前のエリシオンに全部をかけたいと。ただミチルはいやいや、エリシオンはシークフェルト内でしか上演されない、言い方悪いけど規模が小さい舞台でしょと、もっと規模が大きい全国で、上映される劇フェスに力を入れてアキラには演劇界の王になってもらいたいんだというね、そのミチルの思いがぶつかるような話になっていました。でまあアキラ様的にはまあミチルを説得というかね、ミチルに対して自分の考えを言うんですけども、アキラ様がいいこと言ってたんですよね。はい、こちら、エリシオンこそが私の命を燃やし尽くすにふさわしい最も大きく最もきらめく舞台、私の中には常にエリシオンの舞台がある、その先のことなど燃え尽きてから考えればよい、そして、変わらないことなど何もない、終わりゆくからこそ美しくきらめき、死にゆくからこそ命ある今大きく燃え上がるということで、もう目の前の今に全力を注いで、その先のことはそれからだよという風な主張をアキラ様はしております。でまあミチルさんはこんな感じですね。シークフェルトの中で演じるエリシオンと違って劇フェスはテレビやネットでも中継される、規模も観客動員数も注目度も桁違いなんだよという風にねミチルは言うんですけれども、アキラ様は劇フェスで手を抜くとは言ってないと、最高の工程をお見せしようということで、劇フェスで手を抜くわけじゃねえよというふうに言ってます。でまあ結果的にアキラの方が正しかったんだ、私が間違ってたんだということで、なんやかんやあってミチルが認めるんですけれども、その時のミチルのセリフがこれです。私は演じさせようとしていたあの子に、まあ、アキラ様のことですね。私自身は舞台に立つことなく、アキラの言う通り全ての舞台は一期一会なのに、ちょっと省いちゃいましたけど、アキラ様、舞台は一期一会なんだということも言っていました。遠くを見すぎて足元の舞台が見えなくなっていたのは私、死せる舞台少女は私だったんだということですね。そう、ミチルちゃんはね、なんかもう名誉というか、名誉、名声を見ちゃってたんですよね。規模が大きい劇フェスでアキラを演劇界の王にして、もうシークフェルトのすごいアキラ様を見せつけたいというふうにちょっと考えすぎちゃってたんですよね。遠くを見すぎて足元が見えなくなっていたと。でここでね、シセル舞台少女は私だったんだ。はい、そうなんです。舞台少女の定義何でしたっけ。舞台が大好き、舞台の上にいる時が一番きらめている女の子たちが舞台少女のはずです。それなのにミチルはなんか地位名誉とか、アキラを王にすることで自分が舞台に立ってなんか舞台を楽しもうということを忘れてたんですよね。これはまさにきらめきをなくしたというふうに言えるんじゃないかなと思います。ということで、一応ですね、わかりやすいなと思いましたので、スタリアラの内容も紹介させていただきました。はい、ということで、1、作中で語られた基礎情報は、以上になります。次に、2の方を話していきたいと思います。2の方、個人の解釈と説明していますが、可能な限りこの1で、1で説明した基礎情報から外れすぎずに、その式に当てはめながらの考察になっていますので、あまり、さっき申し上げました1のね情報を思い出しながら聞いていただければと思います。